はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の撮影は僕の後ろに見えておりますステーキの朝熊さんという、まあ、ステーキ系だったりとかハンバーグ系を提供しているファミリーレストランですね、に来ております。こちらのお店僕正直まだ食べたことないんですよ。ただ事前にお伺いするとね、メインであるお肉の料理がめちゃくちゃうまいということだったので、今回はね特に企画を立てずに好きなものをね好きなだけ食べていこうと思います。ただいまですねランチの営業時間帯なので、まあ、こうやって日帰りランチがあったりとか、うまそうなステーキだったりとかトリプルグリルだったりとか、いろいろね好きなもの好きなだけ食べていこうと思います。ということで、ただいまね店内に入っております。このね正面の画角見てわかる通りですね、本日はここに料理をたくさん並べていこうかなと思っております。こうメニューなんか見てみるとリーズナブルなねこういったステーキもあるんだけど、赤身肉とホタテをベーコンでくるんだオリジナルステーキ、この朝熊ステーキっていう変わり種もあったりとか、黒毛和牛を使っいいお肉なんかもねあるみたいです。まあお肉系なので注文してからもねある程度提供まだ時間かかると思うので、今回はまとめてバンと注文して食べていこうかなと思っております。ひとまず頼んじゃいますか。ということで、ただいまですね全ての商品が出揃いました。めちゃくちゃうまそう。もうねお肉のいい匂いがしてますよ。早速ね熱々のうちにいただきたいと思います。いただきます。ひとまずはこちらの朝熊のグリーンサラダですね。ドレッシングついてますんで、あーうまいね。まあ大食いでもねベジファーストは大事ですから、ちょっといただきます。グリーンサラダ、うまい。そしたら熱々のうちにお肉いただいちゃいますか。まずはね店名にもあるこの朝熊ステーキですね。確かにこれ外側ベーコンになってるわ。うまそう。これよいしょ今回ね基本的に焼き加減は全部ミディアムなんですけど、いやこりゃうまそうだぜ。ね、ライスと一緒にいただきます。このねベーコンと肉の感じにホタテの旨味、これ合うわやばいうん、一皿でライスいっちゃうから、まあ、この調子だとライス食いすぎるねちょっともうダメだ、ライスおかわりしよう。でおかわりも1個ずつじゃ間に合わない、2個頼もう。実は今さもうライス大盛りで注文してるのよ。最初から大盛り何杯食うことなんだろううまいからしょうがないんだけど、調子乗ってライス頼むと食えなくなるから気をつけないとまずはですねこれ朝熊ステーキ完食でございます。ちょっとね今こんな感じでライス大盛り2つでございます。そしたら次も店名にあるこの朝熊ハンバーグいっちゃいましょう。ハンバーグはうめえだろ絶対。せっかくなんで皆さんにも断面見てもらいましょう。うっ、あ待って、あー今取るべきだった肉汁がすごい。うわーこんな感じですよ。もうほんとナイフ入れた瞬間肉汁が飛び出てきたね。いただきます。うん、うまっ。うまっ。うわ今日はもう全然米足んないうまっ、うん、ちょっとねもうこれハンバーグお肉だけでも味付け十分なんだけど、せっかくねこのあたりソースいただいてるんでかけていきましょう。今回ねこれステーキハンバーグソース3種類いただきました。まずこちらが通常のステーキソースですね。オニオンのソースにこちらがデミグラスと、今回ハンバーグにはねこのデミをかけていきましょう。うわーちょっとこれどうです、見た目からもう反則でしょう。うん、うんI'm not
もうねちょっとペロッとですよ、一瞬でございます。はい、こちらも完食でございます。次はね、今回サーロインステーキ 300g で注文させていただいております。この見えるかな、力強い脂身、お肉とたまんないっすね、この見た目。やっぱ 300g もあるともう見た目が圧巻だね。どうです、このミディアムの火入れベストでしょう。うまそう。ちょっといただきます。うわ、肉のパンチすっげえ、うん、うめえ。柔らかさはもちろんあるんだけど、しっかりと肉っぽい弾力もあってね、今俺肉食ってんなっていう感はもうダントツで1位だね。ちょっと一回ね、コーンスープで血を湿らせていこう。ごめんね、ちょっとあの手前に持ってこれないから持つわ。うん、てか濃いな、コーンスープめちゃくちゃ濃厚。そしたらこっちのねステーキソースもかけていきましょう。あー、うまっそう。いや、もう見た目だけで100点。え、これいただいちゃいますか。うん、米が足らん。うん、はい、もうサーロインもすぐ完食でございます。もうこんなのは一瞬。ただまあお肉とライス今のところ3杯か、2キロぐらいは食べてんのかな。いや、もう全然なんか食欲が収まんないわ。どんどん食べていこう。やっぱ大食いしてるとお肉系ってお腹にもたまりやすいしさ、チャレンジでいくと結構大変なんだけど、俺好きなもん好きなだけっていうのは幸せしかないわ。うん、すいません、ありがとうございます。また2個追加しちゃいました。次はね、この大学生ハンバーグ見てもらうと分かると思うんですけど、これ1枚 180g のハンバーグが贅沢にこれ2個ですよ。合計360のお肉だからね、もうこの時点で。それと合わせて頼んだサイドメニューもいっていこうか。カキフライでございますね。これに関してはね、ソース2種類いただいてまして、まあ、通常のソースとタルタルソース。そしたらひとまずよ、これソースをさ、こうよっと、うわ、タルタルは端に寄せて、ひとまずはハンバーグよね。まずはハンバーグよ。ちょっと、うん、こっちはさっきの浅熊ハンバーグと違ってスパイシーな味、うまい。うん、うまっ。ちょっとカキフライいっちゃおう。うまっ。うわ、ちょっとこれタルタルつけてさ、もうこんな感じでいっちゃっていいっすかね。うまそう。やば。うん、マジで身がプリプリですわ。おいしい。うん、あ、うめえなこれ。ちなみにですね、浅熊さん、僕もさっき初めてってお話ししたんですけど、愛知の方のお店らしいんだよね。向こうでは結構店舗があるみたいで。そうです、名古屋の方とか皆さん浅熊さん行ったことあります？これ近所にさいっぱいあるってのはめちゃくちゃ羨ましいことだと思いますよ。ファミレス形式で本格的なねステーキとかハンバーグ食べれるお店って少ないので、うちも子供連れじゃないですか。こういうお店ありがたいですね。うん、ということで、ただいまですね、大学生ハンバーグとカキフライを完食しました。プレート残るはこちらでございますね。これと合わせて注文してたエビグラタン、これも食べていきましょう。ひとまずはね、ステーキとハンバーグは食べてますんで、このグラタンをお見せしましょう、皆さんに。あー、ホワイトソースとろとろでうまそう。
そしたらちょっとこの辺りでですね、あ、すいません、ノンアルコールビールを一ついただいてもいいですか。もうちょっと無理ですわ、無理ですわ。いい、うわー、どうです、お肉が映ってるビール、もう最高でしょ。一口飲む前にこれ食べないとね、我慢しててよかった、まあ、120% このノンアルをね味わえてますわ。最初から行くよりも我慢してから飲む方がうまい。今回こちらのねミックスグリルのプレートはハンバーグはオニオンソースで、ステーキソースと、まあ、通常のソースエビフライにかけさせていただいて茶色で埋め尽くしてみました。この絵面どう？ちょっとね、いつももちろん幸せではあるんだけど、今日はまたさらに幸せ。毎日こんな撮影だったらいいな。うん、そしたらこの辺りでこのどでっかいエビフライいっちゃいましょう。ああうまい。残すところはもうこのステーキ一切れと付け合わせのポテサラのみでございますね。あんなにあったのにさ、テーブルの前には何もないよ。今日も完全に食いすぎましたね。そしたらこちらが最後の一口でございます。ああ、分かった、ごちそうさまでした。ということで本日はですね、浅熊さんで好きに食べたいメニューを好きなだけ注文してね食べてまいりましたが、マジで全部うまい。ちょっと待って、毎回どのエンディングでも同じこと言ってるけどマジでうまい、まあ、今回ねもちろん撮影の都合上一気にバッと注文させていただいたので、お肉料理ってやっぱ冷めちゃうとね、どうしても味とか食感とか変わっちゃうところはあると思うんですけれども、それでもね全部うまかった。まあ普通に来てね、一品一品出来立てをペレットでねジューって焼きながら食べたらさらにうまいと思うんで、ぜひね今日の動画見てくださった皆さん、このね浅熊さんのステーキやハンバーグ食べたいなと思ったらぜひお店でね食べてみてください。またなんかねいろいろ店舗によってとか地域によってとか限定メニューとかもあるみたいでして、全店舗メニューが統一ってわけではないので、気になる方はですね浅熊さんのホームページメニュー表書いてありますので、ご自身のね行くお店のメニュー確認してから食べに行ってみてください。ということで本日申し上げありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。ちょっとね年末になってバタバタと、忙しくって更新頻度が遅れてるんですけど、ぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。